島5レースのパドックです。発走時刻は12時35分です。福島5レースメイクデビュー福島のパドックです。それでは1番芝のストームキット482。そうですね、周囲をねちょっと気にするようなとこありますし、体つきもね余裕がありますかね。2番湘南ラリー476。まあ、腹回りなんかねぽっこりしてますけどね、まあ、前向きな感じで仕上がりはいいと思います。3番西野ドロシー466。まあ、ちょっとね物見なんかしてますけどね、まあ、前傾姿勢でね前向きさありますかね。4番グリスタン452。まあ、毛づやはいいですけどね、ちょっとね怖がりな面ありますかね。5番スティーブバローズ468。まあ、骨格がしっかりしてますしね、仕上がっているなという感じですかね。6番スノーリン444。まあ、ここからでねすっきりと仕上がってるなという印象ですかね。少し離れて7番ブラックルビー416。まあ、小柄なんですけどねバランスがいいのでね、まあ、そんなに小さく見せないですしね、仕上がりいいと思います。8番マイネルラファール460。まあ、ちょっとね前向きすぎるような感じもしますけどね、まあ、それでも仕上がりはいいんじゃないかなと思います。少し離れて9番コンテディカブール460。まあ、体つきなんかねメリハリがありますしね、まあ、落ち着いてるのもいいと思います。10番雲一つない466。まあ、2人引きなんですけどね、まあ、ちょっとね入れ込んでますかね。11番コスモベントス426。まあ、体はすっきりしてますけどねちょっと硬い感じしますかね。12番ベネチアンマスク436。まあ、こちらもねすっきり仕上がってますけどね、ちょっと歩様が硬いですかね。おしまいに13番被災の面影474。ゆったり歩けてますしね、落ち着きも十分だと思います。では推奨馬お願いします。はい、7番ブラックルビー、9番コンテディカブール、5番スティーブバローズ、2番湘南ラリー、13番被災の面影、以上ですかね。福島5レースパドックからの推奨馬は7番、9番、5番、2番、13番、以上5頭です。福島競馬場第5レース出走各馬の登場を
メイクデビュー福島、2歳新馬、芝の 1800m、メンバーは13頭です。1番シバウンストムキット、芝リアルスティール、デビュー戦の馬体重は482キロ、鞍上石川由紀と負担重量55キロ。2番湘南ラリー、芝新種5番ナダル、馬体重476キロ、鞍上吉田豊55。3番西野ドロシー、芝ストロングリターン、馬体重466キロ、三浦晃生55。4番グリスタン、芝2歳新種5番アドマイヤマーズ、馬体重452キロ、鞍上横山龍と54。5番のスティーブ・バローズ、芝ロジャー・バローズ、馬体重は468キロ、石田周55。そして6番スノーリー、芝ノベリスト、馬体重444キロ、小林周と53。そして7番ブラックルビー、芝キズナ、馬体重が416キロ、鞍上戸崎啓太55。8番マイネル・ガファール、芝2歳新種5番ウィンブライト、馬体重460キロ、芝田大地55。9番のコンテディ・カブール、芝新種5番アドマイヤマーズ、馬体重460キロ、丸山元気55。10番雲一つない、芝アルアイニ、馬体重が466キロ、鞍上松岡雅美55。11番コスモベンツス、芝新種5番ウィンブライト、馬体重426キロ、鞍上野中裕太郎55。12番のベネチアンマスク、芝新種5番フィエールマン、馬体重が436キロ、内田博之55。13番シャエの面影、芝新種5番ノーブルミッション、馬体重474キロ、鞍上原雄介54キロの騎乗。今日2つが組まれている新馬の1つ目第5レース、メイクデビュー福島、芝の 1800m、 メンバー13頭、発走までお待ちください。福島5レースの新馬戦です。福島競馬場第5レース、2歳新馬メイクデビュー福島、芝の 1800m、 メンバーは13頭の一戦です。今日は朝から日差しが強く蒸し暑い福島競馬場、芝ダートともに良のコンディションで午後の競争に入ります。スタンド前でのゲート入り、少し嫌がっていたのが9番コンテディ・カブール、ようやくゲートインを終えて、続いては7番ブラックルビー、13頭中新種馬の3区が7頭おります。さあゲートインはゆっくりとしかし着実に行われていって、2番の湘南ラリーゲートイン、それから8番マイネル・ラファール、今収まって少し立ち上がって2歩3歩交代は10番雲一つない、一旦後ろに回して
距離を取って勢いをつけようという10番雲一つない。回されて、しかしなかなか前進しません。10番雲一つない。ゲートの後方では13番久江の面影が待っています。ゲートインはあと2頭。さあ後ろ向きに10番の雲一つないが向かってゲートの直後、さあそこで一回転させて前進というところなんですが、さあ一回転させて今度は向き直って、今ようやくゲートに入るところ、前扉も閉められてようやくゲートインが終わっています。最後のゲート入りは13番久江の面影、こちらはすんなりとゲートに収まって、今日一つ目の新馬は芝の 1800m。 さあゲート入りが終わってスタートしました。少しバラッとしたスタート。6番スノーリンは後方から、まずは3番西野ドロシー出ていって、外からは10番雲一つない、そして7番ブラックルビー、さらには5番スティーブバローズ、先段4頭広がって前から5頭目行きやすいて、2番湘南ラリー、その外には8番マニル・ラファール、そして13番久江の面影。さあ第1コーナーを回っていきます。先頭に立ったのは3番西野ドロシー、リードは2馬身ほど、2番手は5番スティーブバローズ、3番手は2頭並んで、外7番ブラックルビー、内は2番湘南ラリー、3番手4番手2コーナーのカーブ、前から5番手には8番マイネル・ラファール、その外並んでいく10番雲一つない、2コーナーから向こう上面、3馬身後方に13番久江の面影、その外に6番スノーリン、2頭の間には12番ベネチアンマスク、4馬身後方4番グリスタンが行って、さらには5馬身後方差を詰めていく9番のコンテディカブール、あとは11番コスモベンテス。 1000m は1分2秒8の通過、そして1番の芝のストムキッドの展開、後方バラバラで3コーナーカーブに向かっていきます。先段固まって前は3番西野ドロシー、600を切ってほとんど並んでいった5番スティーブバローズ、前2頭3、4コーナー中間並んでいくのは7番ブラックルビー、前は一気に固まっていって10番雲一つない、スーッと並んでいって、さあ400を切って4コーナーカーブ、前は3頭広がってこれから直線の攻防へ、前は7番のブラックルビー先頭か、並んで10番の雲一つないが2番手、あとは5番スティーブバローズ、そして大外を通っては6番のスノーリンが追い込んでくる、前は抜けた7番ブラックルビー、2馬身のリードを取っている、2番手は10番雲一つないと5番のスティーブバローズ、スティーブバローズが2番手に上がった、先頭7番のブラックルビー合理、2着は5番スティーブ・バローズ、3着は10番の雲一つない、人気に応えてデビュー勝ち、7番ブラックルビー、絆の3区安城戸崎啓太騎手、夏の福島開催リーディング独走している戸崎啓太騎手、これで開催14勝目、7番ブラックルビーデビュー勝ち、そして5番のスティーブ・バローズが最後盛り返す格好で2着、3着は10番の雲一つない、タイムは1分50秒8、上がりタイムゴールまでの 800m は48秒8、 600m は36秒6、鮮やかデビュー勝ちは7番ブラックルビー、道中は3、4番手、4コーナーではスーッと楽に前に並んでいって直線は独走、2着は5番のスティーブ・バローズ、3着10番雲一つない、そして6番のスノーリンが4番手、1着7番のブラックルビー、2着は5番のスティーブ・バローズ、3着10番の雲一つない。福島5レース勝ちましたのは絆3区7番のブラックルビー快勝でした。1分50秒8の時計、2着に5番のスティーブ・バローズ、そして3着ちょっとゲート入り雲行きがちょっと怪しかったですけど ね、はい、雲一つない、最後いい足で伸びてきてこちらが3着となりました、うん、7番5番10番1番人気2番人気10番人気です。単勝7番 1.6倍、枠連4号 3.3倍、馬連5番7番 3.9倍、馬単7番5番 5.4倍、三連複5番7番10番 43.0倍、三連単7番5番10番 105.7倍です。
確定までお待ちください。